九条学園ゲーム制作部、昨年廃部寸前に追い込まれるも、現部長である高尾が一から立て直したことにより、ニューゲーム制作部として復活を遂げた。部としての経験は浅いながらも、その見事なチームワークで大会で優秀な成績を残した。今や他校からも一目置かれるほどである。つまり正攻法では奴らに勝てん。我々が勝つにはだな、奴らの政策をどれだけ妨害できるかにかかっている。ダメだろそれ。じゃあじゃあ、初のパソコンを水浸しにしちゃおうよ。今俺ダメって言ったよね。いっそ土を詰めるとか。冷たいだけだろお前は。そうだぞ、そんなこと認められない。お前たちの方法は時間もかかるし確実性に欠ける。これを使えば一瞬で終わるぞ。認められないってそっち？てか教師！仕方ありませんね、ここは私の炎で。ああもういいからちょっと黙っててくれ。ゲーム制作部なら普通にゲーム作って勝負しろよ。作れんだろ。なんかよ、体力には自信あるけど。ゲーム作りなど知らん。私にあるのは権力だけだ。教師に何を求める？ああつまりゲームとか作る能力皆無と。終わってるなこの部。お前は、うん、ああもう悪かったってすねんなよ。スーパーマリリンなら1時間で全クリできます。ゲームやるだけかい。俺の謝りを今すぐ返せ。スーパーマリリン、1980年代に発売されたアクションゲーム。女性が主人公のゲームは業界初で、しかも脳殺攻撃で敵を倒すという斬新かつお色気要素で、一部の子供や大人にも人気があり、現在も定期的に続編が発売されている。どうでもいいわ。こんなんじゃさっさと負けて吸収された方がいいんじゃねえの。まあ何にしても、まずは奴らがどんなものを作っているのか知る必要があるな。もう勝手にしてくれ。というわけでスパイよろしく。出た、また俺だ。毎度毎度、俺はもうやだぞ。この私が上目遣いで頼んでいるというのにダメだというのか。ダメ。じゃあゲームで負けたやつがスパイでいいな。へっ、絶対負けねえ。あそこでまさか上からシャンデリアが落ちてくるとは。で、なんでお前もついてくるわけ？お前勝ったじゃん。私がいると何か不満が？いや、お前あんだけ単価を。なんでもない。主張激しい。どうだ、見えるか？全然ですね。まあお前がいると入りづらいんだけど、やっぱ帰ってくんね。嫌です。何なんだよ。あ、な、何しに来たのよ。見学？あんたたち、この前散々単価切っておいてよくものこのこ来られたものね。ごもっともです。
まあいいわ。入れば見せてあげるわよ。いいのか？いいわよ、別に見てもどうこうできるわけじゃないでしょ。じゃあまあ。あなたはダメ。おい、勝手に見ていいのか？あ、お前は山田。あん時は悪かったな、いきなり殴って。いえ、あれは自分に非がありますから。なんつうか頑張ってたよお前。恐縮です。風間健二、なぜお前が。ああ一応礼は言っておくわ。何が。お、風間さん。あれ、お前確か。いけない。え、しまった、騙したままだってバレたら改めて殴られる。なんでもないです。風間健二、よく来たわね。コーヒー飲む。コーヒーなんてないですよね。コーヒーみたいなものがあるわ。ほら、さっさと来なさいよ。おう、へえ、これでゲーム作ってんのか。で、どうやるんだ。簡単よ。ここをこう持ってくると、このあの男落ちるわね。皆さん、あのまま続けていれば部長は前かがみになり、いずれ後頭部にあの豊満な胸が当たるわ。今まであれで落ちなかった男はいない。果たしてそううまくいきますか。何、どういうこと。あれを見てください。まさかあれは。あの男の髪があまりにもツンツンすぎて、いざ部長も意識してしまって頭部に近づかない。よかったわね、彼は無事。いや、ごめん、あんたが悪くないのは分かってんだけどさ。まあいい、何も言わんでいい。あんた、もううちの部に来ない。もう？だって、こんな勝負の分かっている戦いをしても無駄じゃない。あんたが来てくれれば、あの子も変な意地張るのやめるかもしれないし。そうか？幼馴染の親友を助けようとしたんだよ。私たちの部に吸収させてもらうわ。これは、巣です。千歳と一緒に作った部です。やっぱ、勝負した方がいいと思うぜ。え？だって、そっちの方が面白いだろ。ああ、やってやるわよ。勝敗はどれだけ客を入れたかで勝負よ。いい？ああ、受けて立つぜ。と、カッコつけたはいいものの、どうすっかな。あ、何やってんだ。帰るぞ、勝負の準備だ。なんだ。なんだよ。なんでもありません。おかえり。どうだった。楽しそうに遊んでんなおい。これは千歳のシナリオを元にした私制作の宇宙エロ本争奪ゲームです。タイトルひでえ。時は X 年、宇宙大航海時代。地球人は多星人と交流し、星間の貿易も盛んに行われるようになった。だが、この中でただ一つだけ貿易されないものがあった。多惑星のエロ本である。多星人向けのエロ本には200歳指定のものなどもあり、地球人には入手不可能。でも読みたい。そこで現れたのがエロ本輸送屋。危険を顧みず秘密裏に宇宙税関をくぐり抜けるスペシャリストたちである。これはそうしたエロ本ハンターとなって密輸品を持ってゴールを目指すゲームなのだ。 SF 的な世界観とエロ本という記号で世の男性を魅了する画期的なゲームです。確かにゲームでもあるが、ただのすごろくじゃないか。自信作です。設定が学祭向きじゃないだろう。もっと斬新なアイディアが。成功法でいこうぜ。で、あっちの部うまく潰せたの。え、そういう話だったっけ。言葉の裏を読んでよ。今さらまともにやっても勝てるわけないでしょ。この甘っ。ま、いざとなったら私の権力で。ダメだろ。あ？
あれ風間さんは？さっき帰りましたよ。桜川君。浮上学園フリーダム祭、通称フフ祭。その祭りは毎年、なんというか、特に目立ったところのない普通の学園祭である。というわけさ。え？父ちゃんはなんでこんな普通の学園祭に連れてきたのさ。それは俺が、この学園の卒業生だからさ。これは、すげえ気だ！父ちゃん、これは本当に普通の学祭なの？父ちゃんにもわからん！ついに息子が木という言葉を使う年になってしまったか。父ちゃん、あれは。今年の復祭は何か起きるぞ。とうとうこの日が来たわね。正直あなたの妨害があると思ったんだけど、今回は正々堂々やってくれるみたいで嬉しいわ。いや私もやっなんかで妨害しようとしたんですけど、みんなに止められちゃって残念。部長ファイト。なんか無性に向こうを応援したくなるな。ではルールを確認します。勝敗はどちらの部がより多く集客できるかでつけます。こちらの部が勝った場合、そちらの部を吸収させていただくと。でそちらの部が勝ったらですが、私たちが勝ったら高尾の胸をこれだけにしちゃう。これだけ本気ですか？それはいくらなんでも。何何？だがいいでしょう。リスクは高い方が燃えるものです。勝手に OK された。そっちの部にもなかなか気骨のあるやつがいるじゃない。それじゃ勝負開始。今年もやってきましたな。ああ、今年はどんなゲームを作ったのか楽しみだな。だが何より楽しみなのは、高尾さんの解説の時に当たるあの胸の感触。もしやその帽子の下を坊主。感触を味わうためにわざわざ買ってきたのか。そういうお前こそ。俺はもともとハゲだ。いらっしゃい、こんにちは。あれ、今日は高尾さんのつきっきりの解説は。はい、今日は後輩が説明します。おお、ずいぶん入ってんな。何、冷やかし？入ったら押すぞ、10回押すぞ。なんで10回？じゃあ妨害工作？んなことしねえよ、こっちの様子を見に来ただけだ。あら、よく来たわね風間健二。ん？よっ、でお前その格好似合わねえな。うっさい。あ、風間さん。お前はこないだの。その説はどうも。その格好似合ってんじゃねえか。はい、副部長がどうしてもって。なんでお前いつも泣いてんの？集客のため、勝負のためよ。ああ。もう風間さん。あ、お前は剣か。ま、しっかり見ていきなさい。これが我がゲーム制作部の成果。私たちが作ったゲームをみんなが楽しそうに遊んでいるわ。確かに。負けを認める気になった？これからは一緒にこの部を盛り上げていくわよ。ま、いい部なんだとは思うけどさ。お？じゃ、今度は俺たちの部を見に来いよ。いいわよ、言ってあげるわよ。どうせ私たちの勝ちなんだから。でかー！何よこれ。何って、ゲーム制作部の出し物。中はま、アナログなゲームを詰め込めるだけ詰め込んだ力技だけどな。こんなのゲームじゃない。いや、ゲームだよ。パソコンで作ってないけどな。あいつらが何日も徹夜でデコレーションしたんだぜ。楽しいものはみんなゲームですって言ってな。まあ苦しいってのもわかる。
そうだとしてもこんな派手な建物あんたたちだけで作れるわけないじゃない。何よ。まあ一言で言えば権力。権力？生徒会の奴らとか引っ張ってきて手伝わせた。ひど、汚いわよ。汚くないぞ。部員の持てる力を使って何が悪い？その格好が汚い！いや、そうでもない。奴の足元を見てみろ。え？何？俺はお前の色気に負けたわけではない。地球の重力に負けたのだ。まあ、これで私たちの勝ちってことだ。こんなの集客できて当たり前じゃない。やり直しよ。ああ？集客数で勝敗を決めようっつったのはお前だろ。100個譲ってアナログゲームを認めてあげても、そもそも既存のゲームだらけでオリジナリティない。だったらお前んとこのゲームは全部オリジナリティに溢れてんのかよ。当たり前でしょ。みんな一から作ってるのよ。一から作ったってんならうちも一緒だ。いや、でも。でも何？なんだよ。でも。泣くな。悪かったよ。別にこんな勝ち、どっちでもいいんだ。ただね。ロカが今の部もなくしたくないって言ってるからさ。ごめん、あんたの大切な部を潰しちまって。私もあの時は怒りに任せて後のこと何も考えてなくてさ。本当にひでえ迷惑だよな。全部私が悪かったんだ。でもあんたからしたらいい加減な部かもしれないけど、やっと見つかったロカの居場所なんだ。あいつの今の居場所を取らないでやってくれ。それで肝心のあの子はどこにいるの？ああ、それなんだが。お？え、あれは何？わからん。わかんないの？わかんねえよ。エドの土産に教えてや。実はこの私はお前の父親なのだ。まさか、お前が15年前に生き別れた父ちゃんだったなんて。貴様に実の親を撃てるかな、この父親を。やってやるぜ。医者の前を話すかよ。ルカト。今の演技は大変グッドでした。実は親子というアドリブは得点高いですよ。あざーす。何これ、ゲームすごいオリジナリティ。あ、聞いてください、今日はもう4人もこのゲームのお客さんが来てくれましたよ。よかったね。いや、4人も来たのか。いい役者魂見せていただきましたよ。高尾さん、このゲーム面白そう。ええ、渾身の作です。ロカ、今ってその楽しい？はい。そっか、仕方ない、今回は私たちの負け。まあ確かにあんたらをうちの部に入れたところで扱いきれないしね。私はこの部の部長だから高尾さんの部には入れません。でも高尾さんとは仲良くしたいと思っています。ですから高尾さんがうちの部に入れば OK ですよ。何様だお前は。台無しだ。まったく、あんたは。先輩お疲れ様。ああ。一件落着かな。先輩なんだかんだ言っても優しいですよね、不良のくせに。うるせ。風間さん、フォークダンス始まったみたいです。踊りに行かないんですか？なんで俺があんなものに参加しなきゃならん。
夫婦祭どうでした？ま、楽しかったんじゃねえか。風間さん。なんだよ。ありがとうございます。もう？風間さんが部に入ってくれてよかったです。そういうセリフはさ、それ外して言ってくれよ。マジで気に入ったのかそれ。別に。そっか。結局偽部を潰せなかったですね。まあ、あの子なりに頑張ってるみたいだし、いいんじゃないかな。部長がそう言うのなら。もう部の名前だけでも変えてくれたらそれでいい。お？何よ。偽部。先日はお騒がせしました。高尾、忘れたわけじゃないだろうな、罰ゲームがあったこと。あんたの方が謝ったじゃない。それはそれ、勝負に勝ったのはうちの部だ。そういうわけなんで。変なところで律儀。ついに高尾にあれをかます日が来たわね。の部のためにそんなことできるわけがない。いいからさっさと手続きをしろ。俺は決して屈しないぞ。いつもいつも無茶ばかり言いよって。私じゃない。今回の無茶を考えたのはこいつだぞ。わっ、本当かケンジ。まあそうだな。そうか、あのケンジが文化祭を真面目に。なら仕方ない、親友のためにこの俺が一肌ならずいろいろ脱ごうじゃないか。当たる。お前。うん、今回は随分折れるのが早いじゃないか。あ、やっぱりそう簡単には折れんぞ。当たる。お前。